吉井がマウンドに上がることになっております。各吉井の先発でこの11回戦が各の先発、そして2番センターの匠三振。西武を倒すのは近鉄だというそういうふうに思ってたんですけどね、はい、今年は悪いですね。悪いですね。これ聞いて鈴木監督もやっぱり心境穏やかではないでしょうね。そうですね。今日は3番ブライアンと4番石井、5番レイノルズというクリーンナップです。初打席、今日も追い込まれました。いやレイノルズブライアンと初打席は三振。1回の表、近鉄は大島レフトフライ、匠あれから来て外したもんかね、外さないもんかというところで随分こう年を取ったり調子が落ちたりしたらねダメなんですよね。4番の石井はスライダー打たされた層が厚くなりますからね。下手してもこのチームでは無理なんだと、でも最近5点を取りに行くような野球を目指すとできるようなチームに育てようと思って、出たんですから、はい、途中がありますから。バットが折れたか。ツーアウト。